はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はここに行きたいと思います。ベリナードのお話です。ボスを2体倒していきます。ここはどんな感じなんだろうね。行きましょう。守り手か、ガニラスだな、完全にガニラスのなんか亜種みたいな感じですね。ではこいつは絶対防御力高いでしょ。かといってルカニとかは、いやー効くね。ルカニとかは効かないでしょう。いけ、いいダメージ入るね。とりあえず攻撃力を下げて、で次からルカニとかをちょっと試してみよう。あ、やっぱり結構あれは硬いわ。連続どんぐらいいく？400、まあまあだね。出た、スプルト、マジか。そうか、スプルトもやってくるか。ルカニをちょっと試してみよう。わし好みにしてやるで。おお、効くじゃん、効く効く。おお、いいじゃん。ベギラゴンどう？あー、煉獄の方がいいわ。煉獄がいい。でルカニが効くならもうどんどん打っていこう。ダメージ入る。オッケー。わし好みにしてやるで。効くね。を示すがよい。めちゃくちゃ効くじゃん。うおう。痛恨。さすが痛恨だったらダメージ結構効くね。でも通常攻撃のダメージは大したことないから。こいつはそんなにレベル上げていかなくても勝てそうな感じですね。すげえ。余裕かな。おい、いいダメージ。おお、ちょっと待て、頼む。危ないぞ危ないぞ。ちょっとね、ベホイ見れとこう。もう倒せそうだけどね、もう倒せそうだけども。よし、これで終わるか。いや、しぶとく残った。スプリット惜しいね。多分もう倒せるよ。うん、弱い。こいつは40半ばぐらいあれば全然いけるね。出ました、ボス。あ、強そうだな、こいつは。なんか強そうだよ。バサグランデ、見てつく波動使ってきそうだからな。必殺技早めに使っておいた方がいいような気もするけども、まあいいや。ちょっと待て、これ息吐きそうだよね。守りの霧をちょっとしとこう。ちょっとなんか息吐いてきそうな気がする。ちょっと待ってよ、テンションためます。ちょっとあと1回かで、ゴッド。うん、ほんと優秀だね。攻撃2段階落とせるっていうの、これ相当いいよ。で煉獄どうだ。あー、まあそん、やばい、ショック受けた。なるほど、オッケー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 。デバフ入れとけば一旦うまいこと使ってくれるんで、いいね。これは入れ続けよう。どうだ、バギムチョ。
あんまり。ベギラゴンの方がいいか。よし。なんかあれだな、息吐かなそうな気もしてきたな。オッケー、全身全霊行くぜ。覚悟しろ。いいダメージだな本当に。あ、ルカに一応入れてみよう。効くか分かんないけどさ。ベギラゴンどう？変わりやせんな。よし、一旦これで。うおい、バー。悪く思わないで。そっちに来たか。まあいいや、攻撃していきましょう。全身全霊、覚悟しろ。ルカに入ったら1500ぐらいいけそうな気するけどね。連続なんだな。おお、あぶねえ。頼む。レベル低かったらもう必殺されてたね。あぶな。回復しとったがいいかな。うん、回復しとこう一応ね。ビッグマン多分そんな効かないからこっちの方がいいね。行くぜ、覚悟しろ。いいダメージ。でハッスル。お風呂開いたとなるともう煉獄入れとけ。これ効くんだ。あ、でもそうでもないか。あ、頼む。デバフが痛い。デバフこれむちゃくちゃ痛いぞ。やば、これはやばい。うわ、マジか。これはまずいね。ザオラルでとりあえず一回出して、で動けないんだよなまだ。うわひどい、これはひどい。いやザオラルだ。でこっちで攻撃をしていこうか。まだしびれ取れてないの。頼む。やば。おお、よかった。回復するか。力が良さそうね。いや大丈夫か。いや大丈夫じゃない。うん、一応アタッカーは回復しとったらいいでしょう。やっぱ2回攻撃ってなるとね、なかなか厳しいものがあるよね。麻痺対策が必要か、ここは。ここはあれだね、回復と防御を上げとこうか。よし、 OK、 もう倒せる。意外と強かった。デバフが痛いね。ちょっと対策をここはしてこないと。40代とかではきついかもね。はい、ということで今日はこれベリナードのお話クリアしてみました。2回目のボスが結構強敵だったと思う。ちょっと対策打っていかないと全滅しそうだな。51でHP が結構あったっていうことで生き残ったけども、あれはねやばいです。ちょっと対策が必要ですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。